噴出を止めるために井戸に水を入れる作業は12日から始まりました。地中の温度を下げることで今月中旬のうちに蒸気を止める計画です。注水は断続的に行われていますが、まだ効果は出ていません。掘削を行う三井石油開発は、今後蒸気を止めるための本格的な注水を行う予定で、作業に遅れはないとしています。なお、作業の開始に伴って日中の時間帯通行止めになっていた道道66号の一部区間は、通行する人への危険はないという判断で、この後午後7時で通行止めが解除されることが先ほど決まりました。